スターターにてほしい。この栗の大きさ、確かに大きい気がする。そう、そしてあまりの立派さに今回はお嫁さんも手助け。さっき見たように栗を冷凍してありました。冷やし栗。栗を凍らせて剥く前に熱湯を入れ5分。そうするとあの大変な栗剥きが、ぐっとやりやすくなるんです。ほうほう。見てください、この華麗な栗さばき。とってもスムーズでしょ。知らんけど、とってもスムーズなんですよ。で、この栗大きいだけじゃない。西日本一の生産量を誇る熊本県で採れた、厳選された栗。おっさんがわざわざ現地の道の駅で買った一品。どうですか、大きさだけじゃなくて中身も期待できそうでしょ。この知らん人めっちゃ喋る。あ、紹介遅れました。私は新キャラ候補のナンバー1です。ぜひよろしくお願いします。そしてお料理はお米の準備。栗はホクホク、そしてお米はもっちりふわふわ。ということでもち米を準備。栗おこわになるわけですね。調味料はキッコーマン旨味広がる香り白だしを使用。原料はすべて国産。まさに材料も味も日本を支える商品でしょう。あとは炊飯器任せ。栗を剥く作業は大変でしたが、失敗知らずで、安心して作れる季節のお料理です。栗多すぎでかすぎー。帰っていいですか？おっとっと、もう終了時間でしたか。では終わりましょう。あ、栗おこわとっても期待したんですが、栗がパサパサしてて不評でした。ダメじゃん。その年その年を楽しむ良さってやつですよ。今日は厚焼き卵を作ります。うちは新キャラの、名前はないっす。後輩です。いや、あんた別動画のキャラじゃない。うちはこの動画に足りないものを持ってきたっす。そうじゃなくて。ズバリこの動画に足りないのはおっぱいっすね。言いたいことはわかるけど、ゲーム動画でやりなさいよ。じゃあ、それが最近先輩が忙しくて、相手してくれないんすよ。忙しいって？この動画のおっさんがゲーム紹介するだけでしょ。いっつもゲームしてるのおっさんじゃないっす。先輩っす。ああ、本当に別の人がやってんだ。言われてみればロゴがおしゃれだったり、少し違う雰囲気ね。嫌だからって暇つぶしでよその動画来ないでよ。冷たいなぁ。入部したらマジで頑張るんでよろしくお願いします。部活感覚かよ。これ仕事だからね。一応みんな真面目にやってるから。うちもガチっす。ガチで暇なんで構ってください。真剣でも冷やかしは冷やかしじゃない。これでしょ。卵焼きについて、なんか喋ればいいんでしょ。てか汚いな。今回で何回目なんすか？10年ね。10年厚焼き卵を作ってるわ。わあ。あ、録画ミスで仕上げは映ってません。撮影すら成功してない。この動画マジでヤバいじゃないっすか。厚焼き卵は折れたりしたけど、大失敗はしませんでした。ハードルがめっちゃ優しい。10年やってこれって。断面も大失敗ではないです。それじゃお弁当の中身紹介。お願いします。この受け答え知ってるんだ。レギュラーになるんだから当たり前っすよ。はい、改めましてジャーマンレンコン。なんかアレな出来だったネギ入り厚焼き卵。カットトマト、枝豆、冷凍。上の段インゲンゴマ和え、冷凍。ミートボール、最後にご飯の上に海苔玉。そして感想は、感想は娘さんでソーセージのが美味しかったんだって。そっちかー。というわけでエントリーナンバー3。そしてみんながすっごく待っていた、推したいキャラナンバー1のニャンだよー。はい、拍手ー。君あれだよね。前回落ちたウザピョンだよね。ウザピョンって名前じゃないけど、どっちかというとウザニャンかな。初登場なのにこの認知度かー。やっぱり有名人は有名になる運命なのかなー。あ、視聴者さんも私を待ってた感じ。辛いわー。有名人超辛いわー。あの、わかってるわかってる。本当に辛いのは私を待ってた視聴者さんってことだよねー。マジ罪な女でごめん。そろそろ料理の話しようかな。あ、ごめんね料理ね料理。私料理好きよー。なんかーズボラっぽいけど、結構家庭的っていうか自炊派なわけよー。昨日も自分で料理作ったよー。パエリア作ったの。すっごいオシャレにして、とかなんとか言ったりして、パエリアはインスタにあげるようね。実際そんなオシャレな料理毎日作るかっつうの。あんたもそうでしょう。そうかな。一人分だよ一人分。さすがにレンチンの方がコスパいいでしょう。そうかもしれない。ねえ。でもこの動画ではおっさんが毎日自炊っていうか、料理をしてるんだ。マジかー。あれか、YouTube とかにあげる妖怪。すごいねえ。暇だねー。と言いたいけど毎日はすごいね。毎日って言っても平日だけだけど、一応10年以上、お弁当作ってる。マジかー。暇とかじゃないよ。何らかの呪いにかかってるの。嫌でも毎日家族の料理作ってる人もいるし、あれかな。愛情の深さゆえか。そういうことになるかな。かー、偉いねー。私は無理だねー。3日坊主できない自信がある。
チャーハンが完成しました。チャーハン作ってたんだ。美味しそうじゃん。家族も美味しいと言ってくれました。いいねー。やっぱり作ったからには喜んでもらいたいよねー。私がこの前作ったやつなんかさ、姉ちゃんが残したわけよ。この後ビクトリー、って言って締めて終わる流れです。あ、終わりなんだ残念ー。なんかー、私のチャームポイントを言うのを忘れたんだよねー。とりあえずさ3番、3ってコメントを1万個ぐらい書き込んでくれ。頼んだよー。じゃあねー。ビクトリー。というわけで豚の角煮を作っていくんだぜ。はい。今回の豚の角煮は炊飯器で作るんで簡単なんだぜ。本来ご飯を炊く機械、炊飯器で大丈夫か、と思ってるんだろう。あ、いや、疑ってはない。というか料理にあまり興味がない。まあ、そういう人もいるだろう。しかしこのレシピは簡単なんで、これをきっかけに豚の角煮を作るかもだぜ。あ、俺が豚の角煮を。うん、そうだぜ。いや、だから料理は興味がないって。そうか。まあでも料理動画なんで、一応何らかのコメントはしていってほしいぜ。ああ、まあ、正直言えばわからないから、別にいいでしょ。そう悲観するなよ、未来は誰もわからないぜ。冷静にね、冷静に考えて無理。だってみんなイケメンばっかだ。そうかもな。俺なんかメガネキャラが欲しいってことで、メガネをかけてるだけで連れてこられた。それはすまない。でも出てくれたんだし頑張っていこう。そんじゃお弁当の中身紹介だぜ。右からブロッコリー、醤油を入れ忘れたので、ただの茹で豚になってしまってマキシマムをかけてなんとかしたもの。人参グラッセ、カット桃缶、上の段きんぴらごぼう、冷凍、つくね、冷凍。最後にご飯の上に、ゆかりさんです。裸の人出てきた。裸ではありません。よく見てください。感想はお嫁さんからもらって、今日はすごいボリュームだった、とのことだぜ。こんちゃー、僕は、みんな大好き薬味の妖精っすよ。そして今回のゲストは、はいよろしくお願いします。さあ今日はおっさんが鶏肉と思って冷蔵庫から出したお肉が、豚肉だったのですが、予定は変えずに唐揚げの下ごしらえをしていくっす。何を喋ってるかわからないし、誰が喋ってるのかもわからない。さあ、気を取り直して調理。下味は前日の通り唐揚げと同じで、塩コショウ、紹興酒、砂糖、ニンニク、生姜、そして前回の揚げない唐揚げを参考に片栗粉も追加、最後に卵を絡めて。あ、唐揚げには似てますが、今回の衣はパン粉にして、唐揚げを失敗したことはなかったことにする予定です。そして最後は揚げの作業。はい、ここで前回揚げは普通の揚げがいい。といった意見がありましたが、それはおっさんも納得するところっす。やはり油の中でふわふわ浮いて加熱されるのと、フライパンや天板に並べられるのでは、衣の出来が違うようで、油の中で揚げる普通のやり方が、良い唐揚げになるそうっす。では今回の揚げないタイプはどうかというと、見ての通りの油の少なさ、手軽さとキッチンの汚れの少なさ、揚げ物をやる時のハードルが下がって、気軽に取り組めるので、これまた良い面があるようっす。まあ、おっさんのように気分で選択するのもありなんじゃないかな。そんじゃお弁当の中身紹介っす。右から焼きししとう、とんかつっぽいもの、缶詰みかん、ソーセージ、上のだ。すいません、何喋ってるかわからないっすけど、この回を終わらせますね。冷凍シューマイと冷凍のほうれん草のごまあえ、最後はご飯の上に。あかりさんだ。なんか変なのがいるな。新キャラ候補の人たちっす。よろしく新人。私はエースあかりさんだ。おい、お前たちぷよぷよって言ったな。あの変な言葉わかるんすか。あ、終わりそうもないんでここでおしまいっす。こんな失礼な物体をレギュラーにしちゃダメだぞ。みんな5番って書き込んじゃダメだ。よろしくお願いします。うっす、よろしく。本日はベイクドヨーグルトケーキ、そして料理の紹介の前に今日のゲストさんです。どうぞ。自分あれっす。フライパンさんの弟分的なやつっす。おー、
それは初めて知りました。フライパンさんのお知り合いでしたか、ある？いや、まだ会ったことはないっすけど、すげえ尊敬してます。そうでしたか。では、会えるよう頑張ってお料理の解説をしていきましょう。知らなくても大丈夫。大丈夫です、ある。そういった時は世間話をして間をつなぎましょう。あ、私もフライパンさんをとても尊敬してます。でしょう、めちゃ頼りになる人って聞いてます。うわ、すごいおっす。見かけは残念ですが、おっさんはとても美味しかったと言っていました、ある。チーズに比べると少し酸味がありさっぱりしていて、ひょいひょい食べてしまうと言っていました、ある。おお、あ、これって美味しいとビクトリーって言うんですよね。申し訳ありません。おっさんが自分で作って自分で満足している時は言わないみたいです。そっかー、言いたかった。正式採用されてビクトリーって言いましょう。ああ、採用されてフライパンさんに会いたいっす。この方を推薦する場合は6を書き込んでください。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございます。あざっす。コメントの書き込みやチャンネルの登録、マイリス登録、宣伝やタグ、X ポストなど、多くの応援本当にありがとうございます。そんなに応援されてんだ、めっちゃ愛されてるな。はい、とてもありがたいことです、ある。それでは皆さん、いってらっしゃーい。バイバーイ。今回の新しいキャラへの応援よろしくだぜ。動画にキャラクターの該当する数字を書き込んでほしい。締め切り日は今日から2週間ぐらいの予定だぜ。